アグネス・ホトは、馬上やり試合において、男性相手に勝利したことで知られる、イングランドの貴族の女性。1741年に、アーサー・コリンズが1741年に記したところによれば、とある修道士の書き残した記録に、ホトが病気になった父に代わり、男性と偽って、決闘に臨み、相手を馬から突き落とした後で、 自分の正体を明かしたという話が残されているという。ホトは後にノーサンプトンシャーシュークラプトンのダドリー家に突入だが、ダドリー家は彼女の勝利にちなんで、兜をつけた女性の姿を描いたクレストを紋章に加えたという。その後、アグネスホトの物語には変更が加えられ、クロプトンに伝わる幽霊団スクルキングダドリーと結びつけられて、アグネスは ダドリー家の不道徳な男を父とする徳の娘と位置づけ直された。このバージョンの話では、アグネスは試合におじけついて、化病を使った父に代わって、決闘に臨んだとされる。彼女は試合で負かした相手と結婚するという結末になる。中世の絵に描かれた馬上や理事会の様子。騎乗する競技者は互いに、ランスを上げて、相手に突進する。 アグネス・ホトは、ホト家の相続人である若い女性であった。父は、サージョン・ホトであった。ホトの父は、リングレイという名の男と争い事を抱えており、これを解決するために、馬上や理事会で決着をつけるということになった。しかし、決闘の直前になって、ホトの父は通風を患ってしまい、領地と名誉を失うよりはと、ホトは正体を隠し、父の甲冑を身につけて、 試合に臨んだ。彼女はリングレイを馬から突き落とした。相手が土の上に倒れたところで、ホトは兜を脱ぎ、髪を解き放って正体を表した。別の説では、彼女は甲冑の胸部を外して女性であることを示したとも言う。1395年、ホトはノーサンプトンシャーシュークラプトンのダドリー家に嫁いだが、このクラプトンは、 後のクロプトンのことである。ダドリー家は、ホトの槍における勝利を記念して、乱れ髪で胸をはだけ、喉側を下げた、兜をかぶった女性の胸像をクレストに加え、その後、長く、これを伝えたという。ホトの物語は、クラプトンの村の修道士が記録を残した。ホトについての後代の物語は、彼女の話を、14世紀に殺人を犯したと、推認され、 20世紀初頭にクロプトンの村人たちの前に幽霊が現れたというダドリー家の一員、スクルキングダドリーの伝説と結びつけている。この現代版の物語の中では、アグネスはスクルキングダドリーとされ、金棒の地主ともめ事を起こし、血統におじけついて、化病を使った父に代わって、一族の名誉を守る。彼女は血統には敗れたが、 彼女の正体を知った相手が命を救い、彼女と結婚したとされる。ありがとうございます。